2140で相手が2110。まあまあ割と近いね。当たんないか今の。あーもう今降りて戦うつもりだったんだけどね、完全に足取られて全く降りれなかったね。あーこれやばい。あと一発。オッケー。この足元濡れないのやばい。オッケー、ナイス。危ねえ。あそこは。オッケー。これは勝ったんじゃない？あー、やられちゃった。そこにいたか。これは勝った。オッケー、ナイス。縄張りは相手陣地に攻める。大事大事。このちょっと今塗り残しあるけど、あれ結構なパーセントになるから。夜にチーム組んでやったりしないの？特に考えてなかったけど、もしかしたらやるかもしんない。まあでもよく返したと思うよ。味方374514だからずっと死んでたよ。で最後あそこ返したから、そこは良かったけどね。最後そこあそこ取ってからの動きが悪かったね。死なないよってて立ち回れてれば勝ってたと思うけどね。今のもあ、サモン、オッケー。アーマー入った。
ケー。え、何？どこ飛んだ？ナイスキル？あの中央たのてっぺんにいるところの北斎に対してはね、勝てないんで基本。戦いを挑まない。ここ大事よ。ここ引きながらでいいよ。オッケー。これは勝ったでしょ。これは勝ったでしょ。押したね。やっぱチャージャーいると楽だな、敵に。前作にカーリングボムがあったとしたらそんな強くないんだけど、今作はカーリングボム強い。そう、1をやってる時に2をやってたじゃん、その体験版とかで。だからカーリングボム弱えなーと思ってたけど、2の仕様しっかり分かってくるとカーリングボムの強さっていうのすごい分かってくるんだよ。あ、やべえ、やれると思った今の。自軍ちゃんと塗らないとね、とりあえずね。逃げれなかった。まだ自軍ちゃんと濡れてない。もうこれ大丈夫、必須必須、自軍ちゃんと濡るわ。この差で負けたくねえ。それごめん、間に合わなかった。
倒せねえ。ナイスキル。どう？わからん。あー、勝ったかな。勝った勝った。やっぱ敵陣濡れてんのがでかい。オッケー。永遠いったー。やっといったー。いいね。負け要素なしよ。よし、オッケー。面白いことやんないで死ぬのはもったいない。ゲームやって死んだ方がいい。で、スプラトゥーンやって死んだ方がいい。だって俺スプラトゥーンで、なんだなんだ、スプラトゥーンでこのフェスのこの試合負けたら死ぬけどやるって言われても俺やるもん、やっぱり。ああ、負けても悔いないね。負けて死んでも。楽しかったーで。楽しかったーで死ぬなら俺は、いないよ。じゃあ俺これちょっと、これ死ぬと思ってやるよ。じゃあ。この試合死ぬと思ってやる。貯金ないよ俺。俺お金ないよ。だからやべえよ。周りから見たらやべえ人よ。お金なくてゲームだけやってるやべえやつ。まあでも俺楽しいからいいかなと思ってるけど。ヘルプ欲しいよ、味方。味方ヘルプ欲しいよ。味方がそんなカバーするのがうまくないのかな。あそこで戦ってたら気づくけどね、味方が。これ俺死ねないね。プライムだ。左2枚、左3枚。味方がね、結構バラバラなんだよね、これ。どこいんのか分かんないけど。自軍大して濡れてねえしな、これ。俺死んでないから自軍塗りに行ってないんですけど。2枚落ち。味方いねえ、さっきから。勝ったか。どう？どう？俺これ負けたら死ぬからね。生きてる。あーぶねー。